お父さんがいないっていうのは言ったと思うんだけど、まあそれでね、まあどっちが引き取るかっていう話になるじゃない。まあ渡目は記憶ないんだけどね、後から聞いた話なんだけど。でお母さんは引き取るつもりだったんだけど、あの念のためお父さんに聞いてみたんだって、引き取りますかって。そしたら、施設に預けるって言われちゃったみたいで。